竹井ちゃんありがとうね、今日はね。あ、おはようございます。真夜中クラシックの竹井くんです。あ、こんばんは、はじめまして。はい、真夜中クラシックの竹井です。解散したじゃん。しました、昨日、ね、一昨日から。相方さんのことまだ知らなくて。あ、マジっすか。ちょっとだから報告というか。言ってなかったんですか。そうそうそう。あ、そうですか。東西にお願いしたんだけど、言ってって。いや、言ってない。あ、そうですか。そうそうそう、まだ知らないから。あ、わかりました。うん、じゃあ、帰ってもらって。はい、おはようございます。おはようございます。すいません。ハンバーグ！おい！帰るか！おい！って！足の5分か！始まるぞこれ！いや、撮ると思ったわ。あ、いや、そのままでいいよ。うん、全然、そんな、そんなかしこまらずに。かしこまらんでいい。いや、別にちょっと軽く YouTube 撮るだけだからさ。全然そんな、ラフに、本当に。そんななんか。いや、一回脱いでもらっていいよ。脱ぎますよ。あ、でもそのままでいいから。何それ。あの、一回来た状態でもう一回ごめんね。何来た。来た状態でもいいよ、全然。これつけた方がいい。うん、つけた方が、なんかあの、その普段のリアルな、うん、だとしたら別に取った方がいいんですよ。竹井ちゃんみたいなね。だとしたら別に外した方がいいんですけど。そう、つけた方がいい。つけた状態で。本当ですか。うん、全然邪魔にならないですか、これ。まあ、一回ちょっと見てもらって。これでやるんですか。いや、座りますよ。うん、いや、やっぱちょっと外しに。いや、外した方がいいですよ。ごめんね。さすがにちょっと。なんか、ジャラジャラ言ってるね、それ。あ、すいません。外します。それも外す。外した方がいいね。外した方がいいです。せぞ。あ、ごめん。あ、いいよ。いい。もう、大丈夫それで。何ですか。あ、これつけたままですか。つけたままでも全然。いや、でも外した方が、でもこれちょっと、なんか。あ、そうか。じゃあ、イヤホンだけつけるか、それ。ね。これだけつけるの、うん、イヤホンだけでも全然いいよ。いや、面倒じゃないですか、いちいち外して。このまま全部外した方が、まあ、どっちも竹井ちゃんが好きなように。なんかね、時間あんまないからね、これラジオだからね。うん、そうじゃあ全部いきます。あ、じゃあ全部ね。うん、うん、はい、じゃあ何だったんだ今。おい、そうそう、じゃあ今日呼んだのはね、ちょっとなんだよ、落ち着けて、ちょっといいから。なんだったの、飯ぐれや。そんな、なんで俺が、なんで俺がただこねてるみたいな。いい加減しろよ。なんでいい加減にって。ちょっと、まあ、今日来てもらったのちょっと、あ、そうか。そうそう、滝井がちょっと言いたいことあるらしくて。そうなんですよ。ちょっとまだ報告できない。え、だってまだそのあれも終わってないじゃん。つけるつけないの。終わったよ、もうそれ。つけねえっつって。メガネはそんなに取らないの。取らない。うちの。ちゃんとこれ。た感じ。ごめんね。いや、ごめんね。違ってた、ごめん。ちょっと止めてくれ。あ、お前。え、棒見たよ。棒。おい。おい。嘘だろ。始まるぞ、これ。もう帰るから、マジで。え、帰る。やばい。なんか暴力とかはちょっと、何もやってねえよ。俺らそんな、やっぱ俺ら武闘派じゃないからさ、そういう武闘派とかないんだよ。怖いのよ、そういうの。いや、ちゃんと僕もちょっとその報告したいことが。あ、そう、それ。おい、どういうことだそれ。やめてくれよ。何もしてない。俺怖がってる。見て、怖がってこんなことなってるんだよ、うちの相方。いや、怖がったらこんなことなってるんだよ。見てやってくれ、うちの相方。これ怯えてるよ。なんでこれ見ないといけないんだよ。まあ、だからすみません、ちょっと報告したいことがあって。あの、ちょっと体勢だけ、その体勢で聞く。体勢だけ戻してもらっていい。体勢でいいから、ごめん。きつくない？きつい。やばい。きついよね。ごめんね、ちょっと一回頭だけ下ろすね。ごめん。寝んなよ、おい。おい。おい、聞けろよ。何してなんでずっと撮ってられんだよ。え？な。いや、大事な話あるんでしょ。大事な話があるから起きてほしい。前進以来か、今タイトは。あの前進だ。あの前進めっていうライバル付き合いも古いからね、付き合いも古いな、付き合いが山古いですよ。名店暗転バイト飯。あ、曲だね。曲がいい曲だったな。最後歌ったね、それ。名店暗転なんとかみたいなね。いや、さっき歌ったからバイト飯。売れたいみたいな曲ね。殺します。いや、じゃあ、それ、何言ってんの。シンプル。いや、何言ってんの、竹井ちゃん。解散したんですよ。何？おわ、その、前中クラシックっていうコンビを解散。おい、あ、暴力、ついに。暴力じゃん。殴ったじゃん、今。殺せよ、お前も。だから、その、前中クラシックを僕らちょっと解散して。解散した。え？言ったよ、さっき。よく見えないんだよ、ごめん。いや、お前が座んねえから、ちゃんと。解散したの？解散したよ。起きろって、だから、一回。なんてよ。おい。それなんだよ。
解散したの？ずっとこの感じで行くんか、このラジオは。解散した？解散したよ。なんで？え、ちょっと待って、ちょっと待って、言ってたよ、解散したの。ちょっと待って、何？もしかして何？解散した？解散したよ。え、どっち？え、どっちじゃない？分かってない、分かってない、分かってない、何が分かってないんですか？してない、してる、どっち？解散した。ちょっと待って、何を待つ？ちょっと待って、何待つんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何を待つんだよ。ちょっと待って、待ってるだろ、おい。待ってるよ。ちょっと待って、待ってるっつって。ちょっと待って、ちょっと待って、何待つんだよ。何、何が解散した？どっち、したしてる？いや、したよ。え、したどっち、どっち、しました。え、真夜中クラシックは解散を。解散、え、何、どっち？じゃあしたよ。解散、何だから解散。どっち？どっちとかないから。解散した。解散してる、してない。してない。した。どっち、どっち？した、もう帰るわ。どっち？帰る、帰る、帰る。待ってくれよ。帰る、帰る。もう付き合ってない。ちゃんと報告してやってくれよ。帰る、じゃあまだ分かってないんだよ、違い方。いや、もう分かってる。分かってないんだよ。怒せって、まずあれ。俺は何より分かってる。怒せあれ。俺は何より相方のこと分かってるから。分かってねえよ、お前も。まだ分かってないんだよ、事態を。ちゃんと言ってやってくれよ、報告。いや、だから。ちょっと一回座りましょう、ちょっと一回ちょっと立たせてくれ。うん、もう分かる。ちょっと待って、どっち、どっちって何だよ。解散した、解散したよ。本当にしたっけ、怖い。あ、暴行、どっち、暴行現場、怖い。どっち、ふざけんなよ。どっち、解散したよ。マジでこの解散したどっちだけでも30分いくぞ。え、ちょっと待って、解散、え、ちょっと待って、なんだよ、解散したってこと。何、どっち、解散したい。ちょっと待って、ちょっと待ってね。解散したってこと。真夜中クラシック、え、解散したってこと。真夜中クラシック解散しました。え、ど、どっちって何なんだよ。だからしてる、してる、したって。してないと思う。してる、してるよ。まだしてない。なんでそうなるんだよ。したんだよ。してないってこと。起きろって。次いつライブ。いや、ねえよ、もう真夜中クラシックとしては。もう解散したから。また戻っちゃったよ、起きろ。おい、起きろって。いつライブ。答えて、答えてあげて、ちゃんと聞いてるから。もうないんだよ、次いつライブ。もうない。ないとかじゃない。前のクラシック解散したから、前のクラシックでもライブはもうない。新ネタ作ってる。作るわけねえだろ。新ネタできた。それ何すんだよ、それ。面白いネタ。作らない。クラシックの面白いネタ。いや、だから作ってないよ、もう解散したんだから。え？え？って何？作ってる、まだ。いや、だから作ってない、もう解散したから。なんで？いや、なんでって。その高橋が、相方の高橋さんがもうお笑いをやめるので。それ、え、どっち、何が解散した。解散したよ。あ、そう、うん、え、解散原因とか、なんか、ああ、だからあれか、なんですか、あの昔掲示板でさ、うん、あの女の子と、はい、あのエッチした時、うん、あの女の子の乳首噛みちぎったっていう、それお前が流したデマ、噂が流した、それお前が流したデマだよ。俺読んだ、読んだよ、俺、その掲示板。知らない芸人から、高橋さん、国崎さんから聞いたんですけど、高橋さん集めた地区にビーカー入れてるって本当ですかって言われて、それ何なんですか、その人。意味わかんねえな。いや、だから、まあ、理由としては高橋さん、うちのね、相方の高橋さんがもうお笑いを。誰、知らないな。ブルって。売れてないよ、売れてないよ。売れてないから、売れてないからやめたんだよ。ミハだからな、ごめんね。びっくりしたなぁ、なんか。すいませんね、ちょっとこんな報告になってしまって、本当申し訳ないんですけど、ちょっと実はもうその、バラクラシックを解散して、あ、ごめんね。何がだよ。俺ずっとだぞ。メデオちゃん飲むタイプの人間なんだよ。いい、いい、いい、やめろ、やめろ、やめろ。なんだそれ、なんか口動くんだよ、多分。ごめんね、話されたよね。取れてない。ごめんなんか。大丈夫。大丈夫。やろ。何の話だったっけ、今日。いや、だから、うん、いや、だから解散したんですよ。どうした、お笑いを解散した、その前のクラス、え、お笑いを解散した、今日でお笑いは終わりってこと、やめるってこと。僕はやめて、高橋はやめたけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、いいって、いいって、なんでだよ、なんでだよ、これずっとやんのか、おい、解散したってこと、もういいって、ちょっと待っててね、そっち行くから。よし、あ、なんか、なんかに当たってる、あ、助けてあげて、ほら待っててね、ほら、ね、待ってて。なんかその武井ちゃんと久々会って、まあ、久々です、はい、思い出がいっぱい出てきたなと思って。あ、本当ですか。うん、10年来もの付き合いか。
うん、そうですね、長いですね、結構。うん、はい、2人でさ、はい、中野のね、立ちそばがあるんですよ。ありましたね。そうそう、立ちそばの、はい、そこの、なんか、ね、それ食べに行って、うん、なんか、ちくわ店をうちが頼んで、はいはいはい、ちくわ店をうち頼んで、そのまあ、なんか、ちょっとでかくないみたいな、うん、なんか、武井ちゃんが言ったの、ね、はいはいはい、ちくわ店でかくないみたいな言って、いやいや、そんなでかくないですよ、と言ったら、でかい、俺は、なんか、俺のちくわ店のがちっちゃいな、みたいな。言った思い出がね、うん、あ、ごめん、これあのモグライダーともしげさん全然違えじゃねえかよ。ごめんなさい。それなんだよ、それクソみてえなエピソードは。なんだそのクソみてえなエピソードは。まあライブも結構やってたから、まあまあ一緒にその僕らのライブも出ていただいてましたしね、うん、そう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 、はい、一回なんか新宿 V1 のライブで、はい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 、あの一緒になった時になんかこう出番だったんですよね、なんか真夜中クラシック、はい、そしたらズドーンって音がして、なんか会場がちょっとグワーって揺れたんですよ。怖いですね。え、なんだなんだって、うん、なんか思ってたら、はい、なんかね、暗転したんだって、ネタ終わって、うん、真夜中クラシックコンビ、はい、暗転した時にその真っ暗闇で吐けるってことになって、はいはい、吐け口が分かんなくなって、はいはい、ここにあった柱にズドーンって頭をそのままぶつけて、うん、それの揺れだったんだって、うん、で結構ぶつけました、ね、そう、そうあったかな。でそれをこうバーって出てった時に、うん、なんか俺らをキョロキョロ見て、うん、なんかここね真っ赤っかにして、はい、へへって言って、うん、雨でも何でもないのに、まあ室内ですからね、はい、このフードをパサってかぶって、うん、小走りで遠くの方に走ってったのね。うん、ありましたそんな。あ、ごめんなさい、これあの、うん、モグライダーともしげ。なんだそれおい。どういうことだよ、一つも分かんなかった状況が。なんだこれ、ごめんなさいね、モグライダーともしげさん。全然違えじゃん。え、そう見えてんの俺、うん、あ、ごめんなさいね、ごめんごめんごめん。何そのモグライダーともしげのしょうもない世界普通の新宿会話ばっかりじゃん。新宿会話、中央線の思い出ばっかりじゃねえかよ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。でもなんかバイト、いいってもバイトしてて、俺じゃないでしょ、どうせ頑張ってて、なんかすごいバイト、あ、まあまあ、バイトはね、結構しましたね。なんか最近聞いた話だけど、なんかカラオケのバイトでね、おー、はいはい、カラオケのバイトで、なんか武井ちゃんが、なんか時給が下がったらしくて、なかなかないじゃん、5年ぐらい、5年、10年やってるバイトまで。で、もうなんでかっつったら、お客さんがオーダーで取るじゃない、うん、ガチャガチャって取った時に、うん、お客さんより先に切るらしくて、それでバイトが最低賃金まで今下がったっていうね。あ、ごめん、これモグライダーとともしげじゃねえかおい。もうともしげだと思って話聞いて、もうともしげだろうなと思ってクズ野郎だなおい。クズ野郎じゃねえか。でもすごい思い出あって、確か、昔さ、うん、なんか彼女ができて、ともしげに、いや、たけちゃんに、俺に、うん、たけちゃんに彼女ができて、彼女ができたんだ。で、その何、ともしげ、ともしげさんがね、ともしげさん、ともしげにね、ともしげさんにね、彼女ができた、うん、うん、ともしげの話でいいよね。いや、たけちゃんの話で、あ、俺の話で、うん、あ、ともしげと関係出てくる、関係してくるんだね。あんま関係ないかもね。ともしげは？たけちゃんが彼女できて、俺に彼女できたの。うん、たけちゃん彼女できて、うん、わーって初々しいってなって、うん、まあやらしい話、うん、いいベッド買おうとして、キングサイズのベッド買ったんだって。ともしげが？ともしげがね。たけちゃんがね。俺が？うん。俺が買ったの。キングサイズのベッド買ったんだね。で買ってその部屋にね、うん、入れたら、うん、そのキングサイズのベッドが部屋を占領して、うん。電子レンジとか冷蔵庫とか全部ベランダでベランダでずっと生活してっていう話あったよ。それ誰が？あの俺モグライダーとともしげなのか。ふざけんなよ。なんでキャップ絶対入んないでしょ、ワンルームでしょ、どうせそれもう間違いなくともしげじゃない。あ、ごめんなさいごめんなさい、なんか話あるの。もういいって。え、もういいよ。もうない。あ、ない。帰らせてくれ。あ、いい、送る？あ、帰らせて。もう。え？帰りたい。あ、いい。帰っていい？いいよ。あ、じゃあ送るよ。いいって。座ってても。え、これいい。帰らそうだ。これ乗って乗って、ここに。送ってあげるから。ここ乗って。どういうこと？ここ座ってみて。別に自分出していい。こうやって、グーッと押していくから。ゴーゴーみたいなの言ってくれたら。あ、テンション高くなるからね。さあ、武井ちゃんが帰ります。ゴー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 
竹井ちゃんコート出発だ。まあそんなもう怒らずに竹井ちゃん。もう帰っていい？マジで。え？マジ1時間15分くらいやってんだよ。なんか大事な話あるんでしょ今日。もうなんか話。マジでもう行って。もう行って。なの大事。もういい。大事な話ある。もうない。大事な話ある。うっせえ。やめろそれ。竹井ちゃんも大事な話ある。ねえよもう。帰らせよ。そのために集まったのに。新手の拷問かこれ。おい。何年も帰れ。帰れ。どけ。はい、どけ。どけ。どけ。あ、ごめん、てくんね。ごめんね。いや、まあ、なんだろう。ダメだ、竹井ちゃん。あれ、なんなの？いやいや、ちゃんと大事な話があるっていうか、ねえ、ちょっとできねえよ。びっくりしちゃったね、その衝撃的すぎて。いや、意味わかんねえだ、あれ、なんなの？いやいや、ちょっと。よくないよこんなお別れは。なんでお前らのあんなに俺付き合わねえんだよ。一回ちゃんと話そうじゃん。できまだ一回も話してないから。できねえあいつもうやべえよ。一回考えなコンビ。なやちゃんと話してるからちゃんと聞いてって言ってきてよ。せめて。待って。てくるかじゃ。頼むわ。ちょっとなんか竹井ちゃんがちょっとちゃんとやっぱり話がしたいってその。ちゃんと聞いてほしいんだってでも一回。あ、え、何？竹井ちゃん？竹井ちゃんがなんか大事な話があるらしくて。誰？真夜中クラシックの竹井祐介くんがあの。ちょっとわかんない。なんか話したいらしくて。きついって俺知ってる人かな？俺は知ってるんだけど。あ、そう。そう。ちゃんとじゃあ聞いてあげて話。オッケー。言った？ちょっと話つけといたから。なんつって大丈夫だった？できんの？いや本当泣いてたよちょっと。ごめんね。本当に？本当。テンション上がりすぎちゃったんでちょっと。何で？やっぱりね久々に会えたし。ねちゃんとそう。失礼します。ちゃんと、あ、はい、あ、はい、あの、お話をしたくて。どちらさんですか？あ、前、竹井です。はい。はい。あ、前じゃない、クイズはいいですね。え、わかったです。はい。そっからですか？前のクラシックっていうね、はい、コンビを組んでたんですよ。あ、そうなんですね。こんなに。はい。解散しましたよ。あ、はい、はい、ね。そうです。結構、何年ぐらい？あ、10年ぐらいでした。あ、結構。そうですと。あ、はい。伝えに行きました。あ、すいません。今後どうされるんですか？あ、一応、決まった。これから僕は続けていくんです。あ、ごめんなさい。はい、はい。ありがとうございます。はい。あ、はい。なんだよ、これ。いいの？これで。伊藤さんの試合。お前の試合。お疲れ様でした。お疲れ様でした。